今季すでに2戦を終えた BTCC イギリスツーリングカー選手権が世界最速こそ逃したものの例年通りシーズンの早い段階で来季2025年のレースカレンダーを発表今シーズンと同様に4月のドニントンパークで幕を開ける全10戦週末3ヒートで都合30レースのスケジュールがアナウンスされた2022年王者トム・イングラム ブリストルストリートモータースイズエクセラー8、ヒョンデ I30 ファストバック N パフォーマンスが連勝発進を決めた4月26から28日のドニントンパーク戦直後、4月30日という記録的な速さでリリースされた来期スケジュールは、シリーズ運営団体の10日を中心に放映権を持つ ITV や各開催サーキットなど、 関係各位の緊密な協力のおかげで、迅速なラウンチを実現した。こうして来期の BTCC カレンダーをこれまでより早く確認でき、すべての関係者が重要な計画を開始できることは、パートナー、関係者、ファンにとって朗報であり、良いニュースだ、と語るのは、おなじみ BTCC 最高経営責任者を務めるアラン・ゴー。 引き続き駆動方式を問わない前後共通サブフレームを持つ NGTC 規定車両で争われる BTCC だが、今季よりグリッド間で最大2倍にもなる共通ハイブリッド機構の出力アップや、新たな予選方式、クイック,シックスの導入など、タイヤ使用ルールの改変も含めて多数の新機軸が盛り込まれている。 このスケジュールは近年のカレンダーで実証済みのフォーマットとなっており、広く支持されている、と語ったゴーセを。我々は2024年の新しい予選方式、ハイブリッドの出力増強、さらにタイヤのレギュレーション変更によってコース上の限界を押し上げ続けており、そうした背景を踏まえてチームはカレンダーの継続性と一貫性に満足すると確信している、 最終戦は10月、聖地、ブランズハッチで開催その2025年シーズンは今期2024年と同様に4月のドニントンパークから始まり、5月のブランズハッチ、インディーとスネッタートンに続く全10戦のレースウィークを予定。その後のチャンピオンシップは6月にスラクストンとオールトンパークへと移動し、クロフト、 ノックヒルを経て8月にシーズン2回目のドニントン戦が開催される。さらにシルバーストンが9月に最終戦直前の天皇山として開催され、ブランズハッチのフルコース、GP レイアウトが10月のシーズン最終戦でフィーチャーされる予定だ。もちろん、パートナーの ITV とこれほど早い段階で日程に合意できたことで、 その ITV4 では生放送で終日無料のテレビ放送を行うための主要な枠を確実かつ継続的に確保することができた。また、他の主催者が独自のイベント計画とスケジュールを確認、調整する猶予もできるため、イギリスのみならず世界のモータースポーツの他のカテゴリーにとってもプラスのメリットがある、と続けたゴー。昨年、私はカレンダーを 5月中旬より早く発表する可能性は低い、と発言したが、それは間違いだった、わら。そして、これまでよりも早くこのスケジュールを発表できることを本当に嬉しく思っている。